皆さんこんにちは。あやこのクラッツ随所キラキラ癒し人が始めます。今日は、たくさんのキラキラガールね、集まってもらって、女子トークをやっていきたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。お願いします。私がやっている、ソウル鑑定って何っていうね、名古屋弁ちょっと交えてると思ったんですけど、緊張してやって、なかなか名古屋弁も出ませんでしたけれど、今日はもうちょこっと上がらずにいければなと思ってます。私まず自己紹介をさせていただきます。知多半島、愛知代表とさせていただいて、ソウル鑑定、魂鑑定っていうのを、九州生鮮物本命学っていうのを代表でやらせていただいてて、ハンダパワードームというところで、癒しの人たちと、場所提供しながらイベントやったり年に2回もやったりしてます。で今日は、そんなことを仲間でね、はい、いろんな話が紹介していきますね。はい、じゃあでは、アドガールの大先輩、はい、大先輩です、ね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ご紹介に預かりましたサイミンです。よろしくお願いします。どうも、どうも。あやちゃんとはね、ちょこちょこ一緒に絡みながらトークさせていただいて、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。どれをちゃんと着てきました。なんで教えてもらったの。どう、どういう見てもらった、カラー、赤すぎたら、どっちが見たの。私は黄色ちゃんと覚えてる、ちゃんと覚えてる、はい、そうそう、だいぶなんか白いですっていうのが辛くなってはい、今日はよろしくお願いします。では今日本日の、キラシキラガールをね、紹介一人ずつさせていただき、ご紹介をお願いします。キラロコにキラキラロコ、何なんですか、自然の名前を噛んキラキラロココに、メンバーの、はい、ミカリンです。ミカリン、はい、ミカリンです。あやちゃん噛んでるし、ミカリンです。キラロコ仲間の榊原美香と申します。皆さんにはミカリンと呼ばれています。キラロコの方では、ハンドトリートメントと、ヘッドほぐし、肩もみをしています。椅子に気軽に座れる感じで、お手軽に受けていただけます。お値段もリーズナブルにやっています。あやちゃんの婚礼学でいきますと、私もサユリンと同じで黄色なのです、とにかく元気が売りです。あやちゃんにはミカリンには時々度肝抜かれると言われますが、黄色の言われますが、はい、元気をモットーに頑張っていきたいと思います。笑顔を、はい、そうですね。キラロコの方ではおかげさまでリピーターさんも増えつつありまして、仲良くなったお客様に静岡に、一緒に旅行に行ってくださりました。はい、そんな感じで楽しくお仕事しています。これからも疲れた方の、体と心を癒していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくです。はい、では大丈夫です。いいよね、頑張ろう。はい、じゃあ小島、陽子さんっていう名前は出しちゃって、はい、陽ちゃんです。陽ちゃん、イエーイ。同じくキラロコメンバー小島陽子です。優勝楽勝、名前隠れ文字といって、漢字の中にひらがなを入れるといった文字を書いてます。素敵、陽子、はい、素敵、陽子が入ってます。で、他には自宅教室を、習字教室を開いていて、出張教室、出張講師などもやっています。これ、ここ、キラロコね。はい、キラロコでやってみるんですね。はい、素敵です。はい、まあ、楽しく書いてます。素敵、素敵。次は、キズルちゃん。
はい、主催でやったりしてます。はい、KMNR 代表の高田キズルです。ちょっとイベント終わってしまうんですけど、こういうママが輝ける、彩子さんと同じ思いを持って団体の代表をやってます。よろしくお願いします。で、あとはローズウィンドウといって、この紙で作るステンドグラス、この講師もやってます。あとは、このガラガラ声を生かして地元の FM 局でもパーソナリティやって3時間半の生放送で喋っています。もしよかったらネットで高田キズル、貴族の木に鶴で検索していただくと、あの東京の寿司どころキズルさんの下に高田キズルフェイスブックとか出てきますので、よかったら見てみてください。お願いします。はい、いっぱい顔がありますよ。いろいろやりたい。そう、うん、そういろいろね。私もその、そうこちらに、はい、参加させていただいて、はい、よろしくお願いします。一緒に楽しみながらね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次は、ラジェフのなんかちょっと魔女っぽい人、はい、ちょっとどうですか？はい、はい、ラジェフの。よこちん、よこちん、よこちんです。はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、秋田の魔術師ラゼルと言います。チタのマジュラムスクールっていうところで草木染めの糸掛けマンダラの講師の方をしています。で、各地イベントでも体験ワークとかさせていただいてます。そういう活動をしてます。草木染めなんですね。はい、草木染め、ね、はい、で自分たちで畑から作って、へ、畑は作れんけどね、畑は作れないね。から染める、染めるハーブとかを育ててから、そこから染めに入って、その糸でこの糸掛けマンダラを皆さんに広めていくっていう活動を講師としてやってます。普通のとは違う、ね、はい、ね、ここですか、お目にかかれない。そうです。で、終わった作品と同時に、あの、リーディングしたもの、あの、そういうものも添えて一緒にお渡しするってこともしてます。いいですね。もう全国に広めてほしいですね。ありがとうございます。ね、ここから発信でね。はい、はい、はい。ありがとうございます。次は、三重からちょっと遠いとこから今日はお越しいただきました、リーヤです。リーヤ、イエーイ。はい、三重県から来ました。チャネリングハッピーアドバイザー清水梨沙香と申します。よろしくお願いします。私は自分の体験経験、そして、あの、上からっていう、いろんな見えない世界の言葉を下ろして、皆様に自分の人生を最高に楽しむお手伝いをしています。あとはその一環として、こういう、私も糸掛けマンダラなんですけども、こう糸掛けマンダラをすることが目的ではなくて、しながら、過去を見直して心を解放して、心のこうわだかまりを解放していくっていうことをやっています。で、あとはランチ会とかお茶会をやっていまして、そこで、そうだな、人生ってどんだけ本当は楽しいんだよとか、嬉しいんだよとか、ワクワクするんだよっていうことを常にお伝えできるような、あの、チャネリングっていうセッションをやったり、皆さんでおしゃべり会とかもやってます。はい、こんな感じです。ありがとうございます。ね、ね、思いがね、繋がってくっていうのは素敵なことですね、はい、はい、私リーチャーと誕生日一緒なんだ。お、そうだ、一緒だ、すごいね。取り上げたけど、投げちゃうし、こうね、この3人ダメだよね、すぐ取っちゃう、自分で喋りたいばっかり。取り上げたから、はい、一緒にお誕生日を終えましたよね。はい、はい、あ、そうじゃん、この間ね、やってたね、そうそう、誕生日学校でやったけどね、そうだね、そうだね、呼ばなかった、ね、いつ、え、今度次回ね、や、うん、次回、次回呼ぶのね、じゃあ来年、じゃあ私も来年、ここには笑うけど、はい、笑っちゃいかんよね。はい、次の、じゃあジョージさん、はい、ジョージさん、はい、死ぬほど猫の好きなあなた、にゃ、下半島から半田、下半島の半田からやってまいりました、にゃおカフェの岡田と申します。で、下半島ってとっても食べるの、食事とか美味しいんですけど、ここに半田ににゃおカフェが、猫カフェですね、できました。この猫はね、主役なんですけど、セラピーキャット、いつもね、老人ホーム行ったりしてます。とっても優しい、どこの場所に行っても、どの人に会ってもいつも平常心で甘えてくれる、
これ素晴らしい猫ですね。皆さんぜひ体験してください。であとですね、敷地、店屋の敷地が300坪あります。でここでね、皆さんですね、今彩香さんにあの、ね、使用していただいてるんですけど、これ音楽のライブとかそれから教室ですね、皆さんに使っていただいてます。ぜひ皆さん遊びに来てください。お願いします。私も、大先生に、家庭の大先生に来てもらって、明和加害さんのところで、セミナーを、親子セミナー開催させていただいたりとか、あと音楽、あとでまた告知させてもらいますけど、キラヤドコカーニバルっていうイベントを終わった後に、はい、終わった後にそこでもちょっと会場として使わせてもらったりとか、あと、音楽の方たちがね、いつもそこで練習されてます。はい、ちょっと機材は写真は写ってないか、うんうん、はい、音楽機材と、あと沖間さんっていう、ね、そう、沖間さんっていう、ね、方のギターがいつも常時置いてあってね、使っていいでしょうって本当かよと思って、はい、はい、使っていいそうなので、はい、あ、そう、カラオケもある、ピアノもあります。あ、そう、いいですね、いいですね、この広い敷地でね、そう、優雅に弾いていいね。日曜日は50台来る方もあります。はい、使っておきます。場所とかもね、ちょっとこう、はい、後でテロップが多分、ね、出させていただきますのでね。はい、じゃあ、今から女子トーク、女子会トークでね、はい、楽しみでいきましょう。はい、はい、ツッコミやりんのでやっていきましょう。はい、はい、じゃあまず、つながり、私とのつながりとか、あと、うん、なんでこんなことをやってるのかみたいな話ができればなと思います、はい、私が一番この中で深いのが、古いのが誰？ようちゃん。ようちゃん、はい、実は中学校の同級生でございます。そうなんですね、はい、そうなんですね、はい、東海市の方でね、東海市つながりね、東海市つながり、東海市つながり、私も東海市、そうそう、東海市です、そうなんですね、東海市つながりなんですね。でね、こういう私が癒しのことをちょっとやって、癒しとかね、鑑定業をやってるって言ったようちゃんは、習字の先生をされててね、はい、ね、もともとはね、そうそう、でちょっとこういうイベントね、やったりとかすると。しようかなみたいな話からのきっかけで、そうなんだ、ね、そう、字を気に入ってくれて、あやちゃんが、うんうんうん、で、うちでも出してみないっていうのがきっかけだったかな、うんうん、だったかな、うんうん、でイベントとかに、ね、出ると、そうそうそう、イベントにちょっと聞いてみようかみたいな感じでね、うんうん、はい、ちょこちょこイベントでね、なんか一緒に出られたり、うん、今日ちょっと ね、予定がね、出れなくなっちゃった、うん、ゆうこちゃんっていう3人娘でね、みちお3人娘で ね、そう、耳つぼを、耳つぼをやってくれる子が、そこに私は最近ちょっとこう参入してく顔出しに東海市つながりでちょっと顔出しに行くんですけどね、ね、はい、あちらの、うん、みかりん、うん、とかは、ミカリンは、私がこの鑑定をやった時に、うん、クラシティで、うん、ちょっと癒しの場所があって、そこで一緒に、うん、やられてた、ね、はい、うん、やってて、その時から、うん、で長いは長いよね、長いっていうのは何年か2011年ぐらいに、どれだけで長いはどこで、今だから中だから、でも私が しだしたのがだから5年ぐらい前だから、多分そう、私も5年ぐらい、うん、そうそう、2011年ぐらいから、ようちゃんはちょっとね、中学からなんで、うん、ちゃんとちょっと順で、ね、まあまあ置いといて、はい、そこで置いといて、はい、まあ、つながりとしてはそういうつながり、うん、で、うん、私多分あやこさんに若い、うん、最近ジョージさんだ、ジョージさんが一番若いね、最近交換ひずるちゃんは、私多分ね、あやこさんにね、フェイスブックでナンパされた。本当は。いや、そういうと、私もどっから繋がったかよくわかんない。知らんまで繋がったね。どっかのイベントで繋がって、そこからなんですよ。あ、うん、私もナンパされたかもしれない、ね。違う、ナンパされたの、私。あ、確か。先生、私がナンパしました。一番のナンパ師かもしれないです ね、 ね、うん、大元だね。何週も本当に ね、うん、でも気になる、ね、後ろの、ね、ラジオもやってたから、そうね、彼女はね、この仕事をやる前のユニクロ、うん、
某某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 ねえ、ちょっと、はい、声かけちゃうもん、ね、いやいやいや、ちょっと喋るの、はい、一人置いてきぼりしとるのいかんの、置いてきぼりしないのね、リーヤがね、リーヤがね、つながりが面白い、一緒の時にあったあったのね、たまたま本当にそれもあるイベントで、そうだよ、北半島のね、例のイベントね、例のイベントは結局イベントつながりが多いってことなんですかね、皆さんいろんなところにね発信したくてイベント出てのつながりですよね。うん、ねこういうことを何をなんでこういうことをやってるのかのつながりっていうか、なんだっけきっかけか、きっかけ作りも喋りたいでしょう。喋ってください。ね、はい、喋ってください。振ってください。誰に振ろうか。じゃあ、はい、指名された方、はい、ちゃんと答えてよ。はい、みんな喋りたい、はい、喋りたい人って言われてるね。はい、何を喋る、喋る、はい、きっかけ、うん、きっかけ、うん、きっかけは自分今なんか資格ビジネスって多いでしょ。資格を取って何かやりませんかっていう、その資格を自分は取ったけど結局活かせる場所がないままとかがすごい多いことに気づいて、で自分もそうだったし、イベントって今でこそこのつながりをね利用して、うん、そう声かけてくださる方いるから、あここ出店しよう、あそこも行きたいなってなるけど、本当にやり始めた時ってなんでみんなイベント出てるの、どうやったら出れるのっていうのから始まってると思うので、そういうのがどんどん本当知らないママへとどん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 つながっていけばいいなと思って、いっぱいママが資格を取ってるのね、うん、結局癒しのこういうことって、癒しとかこういうのって、まあ、趣味もありながら、うん、あと、うん子育てとあと自分成長ってすごくあるんですよね、うん、こういうのって。でやっぱりパートしながらだけよりかは、うん、やっぱそれと趣味がてらなんかやってっていうので、うん、資格取る方が多いから本当にそれを活かせれる場所を、そう場所を作ってあげたいなと思って、ねうん、で私はやり始めたんですけど、うん、皆さんもそうかもでね、うん、そうだよね、ようこちん名古屋でのイベントで会ったかな、会ってない、会ってない、会ってない、あの間にご紹介してくださる方がいて、うん、だからレンちゃんぐらいとかそんな感じ、そんな感じかな、なんか誰かにつながりを持たせてくれた方のつながり、うんうんねうん、引き合う何かあったんですよ、絶対あると思うよね、こういう引き合いの法則なんでしょうね、うんうんね、会っててもなかなかね、30ブースとか40ブースとかあるブースの中でもね、うんうん、人のご縁はね、どこでなるかわからないのが楽しい、うん、そうね、そうだね、はいはい、はい、私が打ってね、喋ってごめんね、もう撮るの大好きだから喋りなのでごめんなさいね、はい、で、まあ、猫の大好きな方とはどんな感じでつながってるんですか、さっきいっぱい喋ったけどね、まあ、猫の方はこういう中に入ってどんな、ね、ごめんなさいね、猫ヤオカメさん、ヤオカメさん、女の猫ちゃんですからね、ね、可愛らしい、ね、大きなところを経営されてるんですか、そうですね、たくさんの人たちが入っていただいて、ね、で癒しなんですよ ね、セラピー、アニマルセラピーで、うん、はい、もう老人ホーム行ったりとか、本当にお子様が来ていただいたりとか、もうたくさんの人が150人ぐらい、すごいですね、すごい、すっごい癒されて、みんなが笑顔で帰っていただける、でも一度体験してください、本当にいいところなのでね、一度このメンバーで行こうよ、メンバーでちょっとそこでね、うん、何かやりたいですね、行こうよ、行きたい、行きたいね、行きたい、行きたい猫に癒された、ではもうそれを企画してください、うん、あやこさんが仕切ってね、私たちはそこでね、うん、2人でまた MC やろうね、はいはい、面白くはい、やりますので、どんどんやってもらう、はい、はい、音楽メンバーも集めますので、ね、その時にね、集めてもらってやれるとね、音楽も私本当に後からなんかまた私が鑑定をさせてもらったところで、うん、ギターをやってるバッチョさんっていう人がいて、うん、でその方とつながる状態からのバーとつながりなんですけれど、うん、はい、また歌も癒されてね、うん、同じような多分共感するようなことがいっぱいあると思うので、うん、はい、はいはい、じゃあ、まあ、前半彼で、そうですね、CM に行こうと思います、はい、CM、 あー CM、 イエーイ、 イエーイ
人から元気になる、あなたが主役のチャンネル、キミステーション。見てね。待ってるよ。あれ、MC の3人がいませんよ。あ、じゃあちょっと行きましょう。長いしちゃいました。女子トークうらぶしてみます。すみませんね。はい、お願いします。では、後半はキラロコカーニバルのイベントの告知をね、させていただきます。じゃあ、はい、斜めで本当だ、字が聞いちゃうね。はい、じゃあ、キラロコカーニバル、まあ、キラロコに関しての名前につけている、まあ、カーニバルですね、はい、楽しく、元気よく、モットーに、はい、はい、いろんなさまざまな、素敵な癒しの人たちを、いろんな各地から、知多半島だけではなくって、知多半島のど真ん中ぐらいにある、まあ、パワードームなんですけれど、はい、そこで、はい、でそこのところで、癒し、いろんなことをやっている人たちと、音楽を交えて、はい、舞台、あんなことこんなこと、そう、舞台やってね、歌う歌いの、そう、ほんで今回は実は、ハンドトリートメントヘッドほぐしをやってるミカリンが、はいはい、で、ドームの方ではいつもあのお店の宣伝をね、アナウンサーをちょっと流してくれてるんですけれど、ドームの中で、はい、ウグイス嬢もやってるお綺麗な声なんですが、で、ミカリンは今回は司会。おすごい。ね、翔子さんがちょっと他のイベントで出れなかったので、ミカリンにお願いをして引き受けてくれたので、で、ミカリンは実は今回歌も歌うと。すごい。何歌うの？何歌うの？内緒です。あ、内緒？行ってのお楽しみ。こんなの、今日は本当に癒しをやってる人たち、私が思うに、みんな誰でもこう、ね、沈む時があったりとか、ね、本当に家庭をやりながらとか仕事しながらでも、人とのつながりで ね、うまくいかない時だって絶対誰でもあるし、でもみんなが頑張ってるんですよ。本当に頑張ってない人なんかね、いない、どんなところでも。で、本当にこういう何かのね、いろんなものをやってて、一歩出ることもね、そう、視野を広げる、そうで、いろんな体験をね、楽しみながらね、やってもらって、自分のこれ面白いじゃんっていうものを探しみたいなのをね、人生の旅にしてもらったりとかできればなっていうのを、はい、ありますね。せっかく今なんかここに書いたのも、スピリチュアル系ヒーリングとかいろいろね、耳つぼ整体とか、あと、クリエイターの方もね、なんか作ってる方とか体験ブースとかいろいろ、そう、いろいろありますよね。はい、いますね。もうこれはもうあれですか、その時に行って無料なんでしょうか、これは。そこに行くの、入場料とかないの？はい、入場料はここにも書いてありますけど、入場料は無料です。ドームの、はい、パワードーム行ってない、ね、行かれたことない方はわからないんです。ちょっとここの、はい、普通の、ですけど、ジョニーさんも知らなかったんですけど、はい、こんなでかいんだ、みたいな。めちゃめちゃでかいですね。はい、私も前回、一緒に、参加させていただいて、出店もさせていただいたんですけど、近所のおばちゃんみたいな方がいたりとか、かと思いきや、皆さんのつながりの方がね、いらっしゃったりとか、本当に様々な人がいらっしゃってます。で、歌もね、あり、そこで食べるブースもあり、で、スピルチャルの方で占いの方もありで、本当に楽しいイベントでね、本当にその中をね、アクティブにあちこち動いて、みんな大丈夫？私がいるからって、この細い体で、ね、一生懸命みんなをね、気遣ってくれる彼女がね、すごくなんか素敵に見えて、何かやってる姿ってすっごい素敵だと思うんですよ。それをね、皆さんもなんか体験していただきながら、自分のこと、中でね、
参加してみようかなと思っていただいてもいいかなと思いますよね。運転手さんもぜひ、こういうことをちょこっとでもね、さっき言ったみたいに資格を持って見える方でも、本当にやっぱり出店する場所、本当にやっぱり一言の時は、これってすごいってすごい感動したから資格を取ってる、ね、だからその資格をやっぱり生かして、人を感動させるっていう、本当に癒し癒されたし、できるような状態、映画見て感動するの、外 の, 景色見て感動する、見て感動するの、感動もすごいいいと思うんですけど、なんかここにね、来るものっていうですね、年齢性別じゃなくてですよね。そうだね。なので男性女性を子供さんお年寄りに関係なしで皆さんが楽しめるイベントを毎回ねやられてらっしゃるので、本当にもうどんな方でもいいので来ていただいてね、楽しんでいただければね。大型そうだし、ね、トラドマ大型の障害でもあるので、雨の日でも屋根付きのもあるので、ね、でも別にやらなくても、しゃべりに来てもなさっても全然いいですよね、本当に遊びに来たよ、でもいいですもんね、はい、全然、桜になってもらえれば行きます、写真でこれにゃおかげさんで、これ終わってからの交流会ですね、はい、素敵な笑顔、笑顔がいいです、ね、皆さんを楽しくやっていただいてね、いいですよね、はい、で、まず一歩を踏み出してほしいよね、一歩のきっかけになりたいよね、イベント出たいけどどうしたらいいか分かんないってなったからも、あやこさんをとりあえず検索してみるとか、私自分ができなかできない人間なので、今やってやっぱり回数重ねて、でやってSNS とかもう全くだったんですよ、まずパソコン使えません、携帯も本当はいらないって言ってたぐらいの人間だったので、でもこれをまず、私の魂の鑑定ですごいこれと思ったので、それをやっぱり知らせるには人に知らせなきゃ、自分だけもったいないこの感動と思ったんですね。だからそれを知らせるためにじゃあ頑張らなきゃと思って、パソコンも友達に教えてもらって、貧乏症なのでお金忘れたとやって、でそれを結局ね、うまく活用させていただく状態っていうのを、本当に私一番最初の頃、知多半島にあんまり癒しのイベントがないって何か思ってたのか、検索しなかったのかな、で名古屋癒しって検索をしていろいろ引っかけ、出たところ、名古屋多いんだよね、やっぱり多いんだよね、だけど今はやっぱその頃からもう4年5年経ってるから、今は知多半島ってすごいやっぱりイベントが、癒しのイベントが多いので、でやっぱり自分のね心地いいところのイベントに出たりとか、であそうそう、で私でだからできない人間だったので、結構できない人の見方で気持ちがわかるので根気よく、はい、やれなければやれないで、はい、アドバイスさせていただいたりとか、やり方とかね、フェイスブックね、難しいもんね、上手に活用していけば上手な宣伝アピールには使えると思います、皆さんね、もう私もそうですけど、フェイスブックって何かないと入らないっていうのもね、どうしてもやらなきゃいけない状態になってからやるでもいいんですよ、そこからスタートでいいので、分からなければ聞くという、ね、口で お話すれば誰も嫌っていう人はいないので、皆さん声かけしてくだされば、ね、皆さん教えていただけますので、そこに一歩出ることが一番大事なことだと思いますので、ね、そうですね、そう最初の一歩、今日この後ろに虹をねちょっと画像に置かせてもらったんです、はい、本当に虹ってあとレインボーそうだ、題名のねレインボークラック水晶っていうのは、水晶ただ単に透明の綺麗な何もない水晶とは違って、クラック水晶ってひびが入ってるんですよ、ひびが入ってるんだけど、そのひびに光が当たって7色に出す、はい、輝くんですね、綺麗な色を発するということで、ちょっと繊細な皆さんの心ですね、色に変わりますっていうことなんですね、傷がついていいんですよ、失敗していいんです、脳のがどんだけ綺麗に輝くかっていうね、その状態をね、はい、見ていただいて、今日は、うん、
はい、お時間を。楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、では、キラロコカーニバルを最後にちょっと。はい。来てください。はい、皆さん、休みと皆さん頑張ってます。はい、はい、皆さん の、 あの癒しをね、どんどんさせていただきたいと思います。バイバーイ。バイバーイ。